あと、陳朝は、現在のベトナム北部を支配した王朝。怖さを恐れと、同様、三代八年の短命王朝であり、歴代皇帝のすべてが区物でしかなく、王朝自体も支配力の弱い亡命政権の体が、強かった。1400年、陳朝は、重心の古紀に散脱されて滅びた。古希は、諸改革を断行して、国政を固めたが、 三脱都市区を繰り返していたために、国内では反対者も多かった。さらに、民の英楽帝が安南への南下政策を推し進めるにあたり、陳朝の復権とその一族の福井を求めると、古希はこれを拒絶。英楽帝は1407年に大軍を安南に侵攻させ、古希は多くの進化に離反されて捕らえられて殺され、大恐れは滅びた。以後、 安南は、民の直接支配に入る。民は、安南に対して、過酷な搾取並びに、過度な同化政策を強要したため、安南各地で名への反乱が発生した。このような中で1407年10月、愛国者だった、陳はじめ元は、陳朝の第9代皇帝、芸州の次男だった陳を名手として、ボワしシで放棄した。陳は、 定合を称して即位した。これがあと、陳朝の起源である。官邸帝は、反明勢力を結集して、民に抵抗したが、民軍の圧倒的兵力、物量などもあって苦戦した。1408年初め、治む安に向けて進軍し、これに化け州の統出と、以前に、増す花の管理であった、元慶親がこうした。12月に大越軍は、 保守留めの船着き場で、唐室や元京誠らの奮戦もあって4万の民軍を撃退したとされる。以来、官邸帝たちの名声は暗南中に広がり、多くの人間が大越軍に投じた。しかし、保守留めでの戦勝の後、唐室ら行進の実力を恐れた官邸帝は、元夢僧の中将の言葉を聞き入れて、唐室と元慶神の二人を中殺したため、 宝器は徐々に分裂していった。この暴挙に激怒した、東広氏や原型、琴らは、多くの軍と共に、治む安に入り、官邸帝の老いである、陳規広武を行為につけた帝。聖火から化け衆へと移動し、官邸帝を上皇にして中枢から排除した。結局、官邸帝は民軍に捕らえられ、金領に送られて処刑された。 しかし、唐室ら名称の死は痛手であった。1411年半ば、増援を受けた民軍は、次第に攻勢を強めて聖河に進攻を開始し、大越軍は巡火へと撤退した。1413年8月、巡火は民軍の攻撃を受け、大越軍は民軍の前に死産していった。茂光帝、唐広市、原稽とは次々に捉えられ、放棄は、 失敗に終わった。これによって、大越軍は事実上壊滅し、御鎮長は一時滅亡した。重光みは、遠京に送られる途中、1414 14年に投げ水、して死んだという説もあるが、実際には、永楽みによって処刑されたと見られている。その後、はじむりという英雄が1418年に、平定王を称して反民の兵を挙げた。 1424年に、英楽帝が崩御したことにも助けられて民軍に、連戦連勝。民では、英楽帝崩御の翌年に、時代の後広史帝が崩御し、高圧の乱が起こるなどの事情もあって、次第に、安南支配は弱体化していき、1427年に、はじむりはついに民軍を安南からの撤兵に追い込んだ。こうして、安南の実質的支配者となった。 はじむりは、会社の子で、芸衆の老いを称していた、高貴なを擁立して、自らは、裏で権力を握った。1427年に、天行帝は民より、安南国王に封じられた。ただしこれは、王朝創設の時間稼ぎだったと考えられ、1428年に、天行帝を殺害した。無理はじむりは後霊朝を開き、御陳朝は、完全に滅んだ。 関定賃定鎮、茂光定鎮期、広無天行定鎮公共計、1407年から1409年、茂光、1409年から1414 14年、天行、1426年から1428年。ありがとうございます。